最近タピオカとオレオなしにしたんですよ。ダイエット頑張ります。今回はリサイクルショップで掘り出し物を探しにやってきました。ブランド物の洋服が多いので何が見つかるか楽しみです。未使用とかね。これが未使用だ。かわいい。もうかわいい。持つと大丈夫かな。500円。500円で。よし。可愛くない？使うかな。可愛いと思わない？渋谷109ブランド。絶対可愛い。あったかいかな。 H&M や GU も未使用品で 20% 引きなどあってめちゃお買い得ですね。ナイキチャンピオン、チャンピオンもちろんアディダス。これも可愛くない？マネキンがさ、いいの持ってきてるんだけど。これ。かゆくなっちゃう。買うとしたらあのニットのやつ、あれめっちゃ可愛くない？マネキンのやつ。あ、可愛い。これベルトだって。ベルトだけ？だけ？うん、ベルト500円。これどんなスカートにでも負けそうだな。めっちゃ漏れるよ。すごい高いね。なんかちっちゃい。ほら。もったいね。歩けませんが。今履きたい。履く？え？履けてる？うん。今？今足くきってなっちゃう。できない。足が変な形になっちゃう。リミっぽくない？いつもこういうの着てんじゃん。やだ。リミっぽいと思ったの。可愛くない？うん。ほら、可愛くない？可愛い。持ってない形。可愛い、これ。見た。リミ見て。色目。これがシンプルでね、夏用だけど、今買うなら夏用とかでも全然。もう冬終わりだからね、うん、これいいよね。いいよ、何でも合うしね。でこれ可愛いかなと思って、この下のこれすごいもう夏っぽい素材だし、これからの時期に可愛い気がするけど。かわいいね。これ今ね、店員さん呼ぶ。どう履いてみなきゃわかんない。言ってない。これは合うよね。うん、合うよ、絶対。インする感じ。インしてベルトしてもかわいいけど、でもこれダボダボだからこうでもかわいいかもね。うん、かわいいよね。うん、これちょっと履いてみる。下履いてやってみるか。これいい。どう？でも夏だから、夏っていうか春夏だからね。
最近タピオカとオレオなしにしてるんですよ。ダイエット頑張ります。